覧のチャンネルは家具屋の3代目店長大森正勝が家具の裏側や秘密に迫ります。家具や雑貨を選ぶ時の参考にぜひお楽しみください。前回は修理の依頼が来たダイニングチェアについて、なぜ6年間でこの椅子が壊れてしまったのかを話し合いました。外国で作られたものだから出来が悪いのではないかという結論に至りそうでしたが、原因はそこではないようです。どう考えてもこう一番こう力がかかるところに穴が開いてるから割れるっていうのはそう誰も想像つく。もう見えないところだと思ってすごい適当に作ってるなと思って、もろいあまりに簡単に割れて当たり前の感じ、あれこれプロがするのにこんなだっていいのかなみたいな、日本人だとちょっと納得いかないみたいな、納得いかないと日本人が作ってないなと思ったわけじゃない、要は日本人だったらこんな商品は作らない、そんなついだりなんてありえないかなっていう感覚ですかね。大量生産するのにロスがたくさん出たら困るので、こんだけも使おうとしたその努力の結果だとは思うんですけど、これ販売価格がまあ調べたら 7,000 円だったんですが、おそらくその原価はもっと当然安くて、うちが仕入れた仕入れ先も利益を乗っけて中国から仕入れてる、中国から入ってくる時にはコンテナ輸送費ももちろん含んで 7,000 円で売れるわけだから、もう相当安く作らせている。安く作らせると別に中国の人が悪いわけではなくて、安く作れといった日本人が、これで売りたいから安くするって言ったら安くせざるを得ない。いや、どこ安くするかって言ったらこういうふうに、例えばここで終わってしまう材料をこんだけくっつけることでロスなく使うっていうのは当然もう起こるべくして起こる。メーカーとしてというよりも安く作れって言われたからやればこうならざるを得ないっていう。これはまあ作った人が悪いのか安くしろと言った日本人が悪いのか、それは考える必要があると思う。さて、椅子のクッションはどうだったんでしょうか。いっぱい詰まってる感じがあるんですけど、私の中のイメージが、しっかり詰まってふわふわしてるかなと思ったら、なんかこう出てきたら薄いし、開けてみたらこんなものかなっていう。これを2枚重ねて、これウレタンももうこんな、もともと傷が入ったウレタンでした。もともと傷が入ったウレタンに。へー。薄いウレタンを重ねて、表地を、はい、当社で、今回作り直したウレタンは、こちら、積素合板とチップウレタン、これも結局、ウレタンを粉砕したものを固め直したもの、これかなり硬いものと、こちらもウレタン、これは普通のいわゆるスポンジ。柔らかい、はい、これをこう重ねて上に表地を貼っつけるということです。まあ、この厚みを3センチにしたり4センチにしたり、これを1センチにしたり2センチにしたり、いろいろ組み合わせによって座り心地は変わるんですが、うちが当社がやっているのは20ミリと、こちらが20ミリと30ミリと2種類持っております。これが入ってるんですよってお客さんに言って、なんかカラフルだからさ嬉しいけどね。これだけでやるとちょっと硬い感じになるから、座り始めはやっぱりソフトに。ここは限りなく置けるんですか。お尻がこう板にこう底付き感がないように、それでこれ終わった時だと底付きしにくい。そうですね。こうやって押してもだってつかない。塗り替えたものはこちらでございます。こう型取りをした積層合板を同じ形に切り出して、はい。まずその上にこのチップウレタンを乗せて、その上にウレタンを乗せて、それで合皮を巻いてます。ちょっと前よりは座り心地がいいものになっているはずです。ごい綺麗。新しくなったチェアの座り心地はいかがでしょうか。あ、本当だ、全然違いますね。違います。気持ちがいい、これは。ところでどうして椅子の座面にはパーチクルボードは向いていなくて積層合板が向いているのでしょうか。パーチクルボードですね。はい。こんな風に木くずがを接着剤で固めてる。こうやった方がわかりやすいんです。ああ。これたくさんのボンドを使って、粉砕した木を固めている、圧縮して固めてます。なるほど。だからお客さんによってはその使う、もうこれボンドの塊みたいなもんなんで半分は。使うボンドによっては多少体に何かしかの影響がある場合も考えられる。これアルデヒドとかが、まあそうですね、ちょっとよく出る心配が、はい、アレルギーの方にはちょっと心配かもしれないということですね。はい、作り替えにはこの間説明したような積層合板と言いますけど、薄く切った板を1、2、3、4、これ5枚重ねたものでこの座板を作り直したということです。積層合板は縦と横を交互に重ねるんで、はい、だからまあ強いし反りにくい。あ、木のこの木目を縦と横を、はい、縦と横を交互に重ねています。はい、こう縦横に板を積むから、はい、まあしわいわけね、丈夫なの。僕だったら割れる可能性もあるよな。一枚のものはやっぱりこうパッキンと木目に沿って割れる可能性があるんだけども、それがない。合板の積層こう縦横にこう板をついてるんで。なるほど。それでももちろんコストも安いんで。ほう。さて、ビッグモリーズでは国産家具をはじめたくさんの家具や雑貨を販売していますが、無駄なゴミを出さないために家具の修理も行っています。椅子の修理キットも近日販売開始いたしますのでご期待ください。またビッグモリーズでは家具の材質の研究も行っています。研究の結果や椅子の修理方法などなど今後もどんどん配信していきますのでご期待ください。今、ビッグモリーズではお客様に本当に良いものをお届けしたいという思いから材質や作りにこだわった商品を中心に家具と雑貨を販売いたしております。売り場でもこんな風に材質を丁寧に説明するポップをつけたりスタッフが分かりやすく商品の説明をいたします。ほとんどの家具屋さんはここまで家具の裏側を明かしません。価格の安い商品が決してお値段以上ではないことが分かってしまうからかもしれません。でもビッグモリーズは相談できる街の家具屋さん、親身になって家具の裏側までご案内いたします。ソファーを切ってしまうんですか？次回の配信はソファーの裏側をじっくりとお伝えします。家具選びの参考に次回もどうぞお楽しみに。わあ、段ボールか MD。 ビッグモリーズでは3つのウェブサイトを展開中です。ぜひビッグモリーズで検索してください。さて、ビッグモリーズでは今後もどんどん家具の裏側や家具の秘密を配信していきます。ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。